やれんのかおい。死んだら寝る配信。すぐ閉まる。大丈夫、いける。俺は頑張れる。死にそう。ほんともうやばかったもんな。ネタないしな。でも頑張るで。43回。タグくれ、タグ。そう、タグくれ。俺6時まで行ったら俺多分もうクリアしとるで。タグくれ、親父。頼む。これでいいんか、本当に。いいんか、いいんか。来た！こういう本物を撮るのが一番いい。来た！捕らえた。一瞬で死にそう。頑張るぜ。どんな時やったっけこれ。俺もう3日前ぐらいやけど全然覚えてねえわ。 あのモンスターハウスのとこだろこれ。そして HP もない。もう死にそう。なんならもう死にそう。どうしようかな。ちょっと待てよ。ちょっと回復しときたい HP を。動く？動かない。回復できる。一気に生まれた。だが大丈夫。うわ、動き出した。ちょっと動き寄るか。車では誰かを見よう。ああもうダメっすわこれ。やばい。俯瞰といて進みます。階段だ。ここでスッス降り寄ったら死ぬんじゃろ俺は。ということはやはりここはまだもうちょっと見るべきでしょう。やれるし。そして装備である。動くね。あれが来よるか見てみるか。誰あれ、イカ。何このイカ、強いんこのイカ。いやー強くないだろ多分。来るかどうかを見とこう。来る、来た。うやが、マジ怖い。ウニか。ウニ特攻、水性特攻、多分大丈夫、やれるはず。ウニも無理は無理よ。こんなウニが即爆発するとか、それは無理やって。まだあるのに俺寝た。回復ないし。マジで死ぬで、なんなら溶岩で死ぬで俺。なんか来よる。こいつはダメ。早くないのに。ちょっと待て、考えろ。じゃあなんもないけん。マジで寝たこれ。指輪で銃食らうからそれはもう大丈夫なんやけど、真空切りでもやれんやろこれ。
身代わりか、身代わりなんか、いや身代わりしたところでやろ、これアシュラの札とかなんなんこれ。あ、爆睡、こうなったら爆睡でどうにか。待って、来るんか。いや、ここやったらちょっと俺のこと見失ってくれるんじゃね。おなんで回る、そっちを。え、ちょっと待って、これやばい。こんのか、こんのか。お、どっか行ってる。あ、ウニだ。いや、ウニ来たらもう無理だよ俺。お、よし、ウニはおらんくなった。ちょっと頑張ってるじゃねえか俺。武器は強い。海邪魔すぎるがマジで。もう降りようかな。いやでも回復してから降りたいしな。頑張ってる意外と。このウニがマジでどっか行ってほしいわ。また来た。おいおいやめろよ。とりあえず回復するんや今は。 HP が、え、ちょ、何、早いやつがおる。何これ。お、握り、握り元締め。お、無理かこれは。さすがにクソ早ピッピッピもおるし、もう嫌だこれは。もう降りる俺。70やったらまあ死なんじゃろう。ドゥ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 、はい、あ、ミスんな。で、待てよ、来とると思ったせいか。わっ、こいつはまあいいだろう。あいつは寝おるし、なんとかなるしやろう。噴火鬼、やれんだろうこいつは。やばい。あいつはダメ。もうあいつがおる時点でもう次なんじゃないよ俺。踏ん張りなんか。マグマゾーンだから。いやでもあいつはやりたいぞどうにか。まあ笑いのツボあるしな、もう笑いのツボでやっちゃうか。
おお、封印。キオル、キオル、ウニもおる。あれ、強いウニ。いか、もう降りよう。やばい。60で降りるとか、マジで七か、これ。今のは無理っしょ、どう考えても。 これ軽かよ。誰かによるんよな。いつかこいつは殴り合えるやろ。まだピッピッピーか、こいつら。お、立てはええで。鼻持ち。なんでこんなボロい。うっ。いる、絶対いる。でもこんなん持っとったところでっていう話やけどな。もう寝のうとか、てかこんなんいらんっしょ。なんでこんなピッピッピーで詰まっとやろな。むしろありがとうございますか。これが誰かによるよな。じゃあなんかオーラ、ま、オーラ消しな。ウニか。ウニ爆発するけマジ嫌なよな。店もないし、別にこう行かんでもええよな。しょうがあるまい。こうなったら、わっわっ、しまった。何してる俺。なんで生まれとんの、バカ、やめろや。くそ、また生まれとるし、もうなんなんこれ。生まれんなっつーの。ここでは生まれんやろ多分。あそこは、うわ生まれた。ピッピのおかげでなんとかなるで、これ。いかん、生まれた。ピッピッピッ、ありがてえ。ピッピッピがいい仕事してる。ええで、ええで。でかした、これで210はでかい。なんか生まれとんな、一匹。来るんか、見たな、トロのここ。ピッピッピッ。フルマックスになるまで俺はちゃんとやるで。
おにぎり食え、うん、まだ生き延びるんじゃ。50階に行ったら店がある。うわやめろマジで、うっさいな、いきなり生まれんなっつーの。てかピッピッピが。桃いるの。いや柔らかも、もうこれ腐っとんやけど。あでもこれ腐るんか、さらに。確かにそれはいるな。生まれすぎやろこれ。すぐこんなんマジでな、あれやで、これ生まれすぎやって。このゲーム敵がこんなに生まれんかったっけ昔。これはひどいわ。よし、やったわ。これでかいね。こいつはええんよ俺。よくない、ついてなかったゲイズの。やばいか、見渡そうか。あ競馬、競馬、競馬、やばいこれ。ちょ待てよ。いやもうここはとりあえず逃げるか。ゲイズとかやばいやん普通に。どうしよう。こいつは封印ね。やば、40食らうわ。マジかな。笑いのツボ。バカだ。バキたばりがないときつい。爆発向こうなんかどうやってつけるん。でも地雷なばりの盾でもお前ちょっと半分ぐらいやったのか。バカが、キヨラ競馬が。いやまだ来るかどうかわからんけどこいつは。え2匹、こいつピョンって来るんじゃない。どこ行けよこいつ。うっさあマジでやば、やっちゃった。真空切り、こんなん使うぐらいならお前最初やっとけ、あの部屋で。あダメだこれ。クリートか。嫌いよーケーマー。待て、あもう矢もないんや俺。何やってる俺。
偽物なんでわかる？こいつは本物か。頼む、いい杖。パインとかクソボロやったやろ絶対これ。動きでわかる。うんな、なぜどうしてこんなことが起きる俺ばっかり。爆睡。まずやばいのは桂馬。桂馬？やばい。誰？いやでもこいつ睡眠なんやったら睡眠よけで本当にどうにもなるんじゃない？大したことないっすね。保存嬉しい。ていうかもうアイテムが枯渇しすぎて別に嬉しくないんだが、むしろわからんなる一方やでこれ。ネタ切れすぎよこれ。もうやばい。あー無理無理、もう無理っすわ。探索できるレベルじゃないんよ俺は。もうあんまだ、なんだこれ。おにぎりがある。よっせ、コロコロ言うな。来てない、来てない。なんなんだこいつら、イラつくの。その一瞬の隙マジでイラつきますわ。何こうやろうとした時来るかな。落ち着け、落ち着いてられるかこれが。ちょうど来た、そのイラつきさよ。でもここはちょっと戦えそうや。もったいないだろ、なんで売ってるんだよ。バカマジで。ネタがない、ネタがなさすぎる。バカやるぞ。待て、ほっとけこいつは。なんで動き出す、やめろ。俺を殴るな。もうやばいか、そろそろ治るんか。いきなり治られても嫌そう。よし、ネタか、ネタなのかヤシは。ちょっとマジで嫌なんですけど。しかしまあまあ勝っとるぞ、ここ。ここは調べるぞ。クリスエフロー、よし、フロー。あいつ振ってくるんかな。よし、
お、不幸者。これはいい、これはいいものだ。こんなんワンパンっしょ。ネタくれ、ネタ、ネタオーバー。しっかりだね。しかも右とかゴミ。これマスか。ダメ。わあ。イラつくわ本当。うわ来た。はいはい。どうしよう。いいこと思いついたわ。不幸だろ。さらに、もうこれカスでしょ。あ、え、はあ、いかん、怖い。ちょっと回復する。いらねえから畜生。わっ、嘘だろ、わし何だろう。いやもうやばい、マジでやばい、全然耐えれん。まずピョンダイル、柔らか食うかこれ。柔らか食うか、もういいわこの際。ワンチャンピョンダイルはやれる、これで。ワンチャンスカッたとしても生き残る俺は。これはでかい。ゲイズだと。う、来た。なんで。やばい、ええだろ。ゲイズはやれるだろ。なんであそこでぐちゃぐちゃしようやろこいつら。コロンじゃろ。コロンはいいじゃろ。ええでええで、お前優しいで。歩いて回復しろ。増える増える増えるを。ピッピッピか、あいつら。考えたせいに救われとるか。行くか。もうあいつやばい。ゲイズ、ゲイズはダメ、こいつやらねば。うっ、しかしここならやれる。俺は考えたせいで。
ろうとしよんだこいつバカが。こいつイラつくな、ほんと。ピッピッピならやりに行くか。大丈夫じゃろう。ほんとにピッピッピじゃ、ピッピッピじゃない。よし、やったじゃろう。これで俺はもうほぼ、なんでこいつなん、ちょ待てって。ヒオル、うわ来た。嘘じゃん。来るんけ。しかもこれ装備しとるときに来んなや、こいつなんなん。こうもあれで、もう身代わりっすね。クソが最悪やがマジで。ピョンダイル、キオル、囲むやめてマジで。もうおらんじゃろ、さすがにあったじゃろ。わしももうええよな。クソ回復したろで、もうこうなったら。あ来た。最悪や。いやもうこれ回復できん、無理。こんなんしよっても無理。なんかオーラバトったやつが来る。いやでも勝てるか、これはワンチャン。これで、200%欲しい。クリーな。やばい、しまった。ふっ。豚来たこれ。豚はダメだろ、豚は。ここで豚来るんけ。豚来た、これで勝つる。杖があるけんの。いや待て、うわあ、豚来たこれ。ちょ豚どうなん、豚、豚がほんと、ちょ待て、しまった。おまた来た、ダブル豚。まずこの豚をやるべき、こっちの豚を。間違えた、やめろ豚、やるな。お前違う豚やったんか。おっ、ええ、どうなん、ニガグリンってやばい、不幸な。絶対死にたくない。うわ、よし、ええで、金縛りはええで、ネタやで、これ。ネタ来た、これ。ちょっとは楽しめるで。ネタ仕入れました。もっとネタ、正規ネタ、ネタ来た、これ。これもネタ。おいおいおい、ちょっと待てよ。コケツ、イラズンバ、コジオエース。とはよく言ったもので。
わややな。あいつが起きたらわややな。聖域も使えんの、あいつがおるってことは。ちょっときついな、これは。これはさすがにきついでしょ。もうちょいネタがあったらやるわ。クリーな。まずここは起こすな。絶対にだ。いや、あいつら一気にレベル上がるで。こんなとこで放火したら。これはでかいやろ。危険察知のおかげやで。豚な。豚は分かってないやろ、俺のこと。豚投げれんかったのか。わっわっ、むしろ上行け、上上。やだやだ。あなんでこんな罠あるん。絶対あと1回降りない、いかんねや俺は。うわうわ、バカが死ね。え、ああもったいね。うわっ、ふざけろ。触らぬ神にたたりなし。こいつはもうほっとく、ほっといてよき、よき系。あいつはもう戦うな。あいつはやらなくていいんだ。豚がねえ、俺な。入ったら両方起きるよな、パターン的には。これ相当厳しいですよ。っていうかこれもう階段はモンスターハウスのとこがこの豚のねおるとこっていうことが確定しましたね。えぐいが。右投げろ。いや待って、これちょい HP が足らんぞこれ。そしてネタもあります。金縛りでいいだろ、とりあえず。あ、寝てる豚。あいつはどうなん、起きとんか。あれ起きとるやろうなこれ。はい、よし。お、何してる俺。待て、階段の上でやれ、どうせやるなら。頭悪いんかな俺。ここは満腹度削ってもね、回復が必要。よし、まだあるんや俺には。え、ない、え、なかった、ある。何があります。豚はもう家じゃん。さあお店チャンス。
歌。この豚。まっすぐ行ったらあるじゃねえか。いやもうマゼルとかやるの暇ないぞこれ。まず店や。絶対にだ。こいつもやっとけもう。俺は消せ。店まではたどり着くんや。絶対にだ。なんかまた生まれたし、もうなんだ。やめてよ。天井のとこ行くまでは死ねんのじゃ俺も。生まれるか。お、来た。ふっ、は、わ、わ、わ。最悪やがこいつ、なんなんだ。いや、あったんだ、俺にはまだネタが。こんなん食らいたないわマジで。両方寝とんか。もう行くしかないのここは。これもうこれでお前合成の都合もういいわ。よし、あの、だいたいパインの杖とか絶対ボロいけんな、これ。もう振るか、こいつね。別に眠らんし、俺。今思ったら。これなんなん、これ。絶対いらんわ、これ。本物のクソやで。輪投げしかも。あ、じゃあこれにあったら消えるかもっていう話。なんか当たらんかった今。おクソやでマジで。クソのクソ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 でしょう。ただの杖マジいらねえ。店長、さすがに50回になったらまあまあな品揃えなんでしょう。期待しとるで。マジクソやん。メッキはええわ。あ、ゾワゾワ思え。店長店長クソじゃないっすかこれ。50回でこのクソさって。5000の指輪って。絶対ボロいやろこんな。識別はない。帽子ある。とりあえずこれ読もう。どっちだ、あのメッキされてない今。ていうかそろそろ上がれやこれ。はよサビオケついとる。ついとる、両方ついとる。汚染は強い可能性ある。ほんと？じゃあ装備するで俺。お、え、これ投資やない？まさかの、来た？これ。え、これ投資でしょ？
投資来たこれ、本物来た、買う買う絶対買う。店長気配察知、いや両方見えとんやぞこれ。投資ではない。え？なんで？でもなんか見えとるな。投資じゃない。お店は見えて当たり前なんだ。じゃあ何？気配察知。本物の方。まあ、それだけでもありがたいわ。あるからな。てか、むしろこれ売れるやろ。ようやく。つけっぱでいける。ありがてえ、マジで。それだけで本当にありがてえぞ。クソもいらんし。もう、付け替えなくていいんだ、俺は。そうなったらパワーアップも拾うよね。ゾワゾワもいるし。豚足もいるな。もうネタがないから俺も。これはいらんじゃろ。右もいらんかこれ。熱気もいらんな。お金は、お金ある、払えるから。う、売った分で8000円。はありんのか。じゃあ鈍足いだね。さらなんか売れと。えい、持ってけ泥棒。合成も売っちゃおう。もうどうすできんし。あ、豚がおい、やるぞ。ほら豚。おお、ありがてえ。おお、俺はやらなくていいんだ。これは相当でかいですよ、銃食らわんのは。見ながら。あ、この豚。豚の意志も増えるということで一つ。となるともうこいつも怖くないよね。しまった。そっか、あ、うろ、そりゃ睡眠もうつけてねえんだわ俺。金金金、壺割れそう。大丈夫大丈夫、こっちからは割れんけん。これ何これ。お、高飛びそう、嬉しい。てかあれも売っとけ。今思ったら大怒りなんかいらんけん。ぼったくりやな。420円で買ってお前1200円で売るとか、キッズ泣いちゃうよ。危な。あー気持ちええんじゃんこれ。いやまだいける俺は。なんでなんこれ。これマジ最悪やな。飛びつきもまあまあ重要なんやけど俺。いやまあ食らいたくない。ここは HP を温存したい。
罠に石投げろ。あ、それで終わっとったん。言ってよ。まあまあ強いが。あ、でもちょっとあれになってきた。俺頑張れそうな気がしてきた。敵が見えるようになった。豚。あー、うざうざ。あー、うざい。この豚。豚うぜ。マジ嫌い。やめよ、変なとこでやるの。来てる来てる。このこれよ、これ俺がやりたかったのは。あ、つまんない作りまくるよな、豚か。いや見えてないだろ豚。お前はやめろって言ってんだよ豚。おい投げんな、この豚。むちゃくちゃされるんやけど豚に。自分から行けって。さっき取りたいんよこっちも。豚きついわここ。またなんか記憶。豚来たこれ。豚やりすぎやろ。ちょこれマジきつい。どうしよう。これネタなくね。不幸な。クソ豚が。まあまあ効くな。ぐちゃぐちゃされとるし、もう嫌なんやけど行くん。それはそれでまた腹減ってきてとんでもないことになるで。これ焦るんっておるもんな。ほんともったいない。待て、おいおい、ミスりすぎだろ。まあもうミスないやろさすがに。くっそー、だってこんなことに。動かんやつらばっかやし、もうもうやだー。てかこれ腹で死ぬんやけど、こんままじゃ俺。ポーン。ほんまと豚やったら、まあまあ、なんでこんな早いんが来る。こいつはもう金縛りで、ここを止めよう、まず。で、こっちから来るやつはもう絶対来れんなったと。ということは俺は回復できるよね、と。やばい。なんか現れそう。で、あいつやん。ちょ、やばい。もう行かねば。あいつはダメ。イラつくわ。いや、おります。おいっすわ。いかんね。ちょ待て、おにぎりを探せ。うっ、ありがてえ。神神にぎり。
お前殺すぞ、ほんと。切れた今のはマジで。本気の殺す出ました。もう時間をかけさすな俺に。満腹度を減らさすな。なんでこうオーラまとったこいつしか出てこんのぞ。おい逃げんなこら。おーっとイラつくかマジで。起きたんこれ。起きてる起きてる。うわ全員起きた。まあおにぎりの1個ぐらいあるやろ。最悪困った時でもよき。おにぎりだー、ありがてー。ポンポン来たこれ。待ってた俺。なんとか生き延びたかも。おいやめろやめろ。やるのか。じゃあそっちにやらなかったんだが俺は。こいつどうなんやろな。でも2発でやれるんやったら別にそんな怖くないな。うわ、あんま食らわんな。ももまん、ありがてえ。これで 100% はとりあえず手に入った。満腹度50やったらさすがに腐るじゃろう。ももも、そんなに強くねえわ。ただ攻撃力上がっとんわ。スルーの方向で。もしもし、寝てる寝てる。頼む天然の店あってくれ。食え食え、もう食え。辛いか？ん？あ、やばい。なんだこいつらマジで。おお、取るのにこれ混ぜる。つけてつけて、腹持ちつけて。イワシロンの本当。こいつに集まってこう切るか。ああ、ああ、うっ、あば起きた。もうこれ起きたらやばいでことやで。寝てる。もう薬草も飲もう。もう、もういいわ。素振りの意味のなさよ。ほんと。群青色か、これ。
なんか2個あるよな、これ。ネタになるかも。上行ってから使ってみよう。そらもないな。もう飲みます、俺。群青色でも。あ、別に。ええわな。俺はもう電動、あいつが戻ってくるまで。どうせ来るんだもの。あ、起きた。どうせなら腐ってまえ。モンスターハウスでも絡んと俺もう無理だよこれ。ネタがなさすぎるわ。てかもう階段見つけたら降りるわ。カッパ、このカッパはやばいな絶対。階段やってよ、階段マジで。もう階段あったら降りるから。俺ふわ寝てるじゃねえか。なんでこんなビビりながら行かないかんの。俺入ってもないし。ほっほ、よし、でかい。爆睡はでかい。この辺そんな強いやつらじゃないな。しかしむしろここでいろいろやっとかないかんかったかも。探索サボるからだろう。ガラマ同士とか俺のあれやで、ハモやでこいつは。強いな。かいわれ魔王とビビらしやがってバカが。帰れ帰れ。やられてえか。誰誰だ。ミスになって。しまった。無駄だなぁ、ほんと。いかん。なぜ俺はミスる、いつも。なんで階段がないんで、この池んとこでやるかな、俺も。なんて起きるで、もう。ピヨ。下でしょ階段。さすがに。ほっ、笑い。トドか、ワンちゃんか。トドは一応まあ聖域もあるけんの。そして俺には最後の頼みの綱。フルマックスで行きたい俺は。倒れそうだ。しまった。待て、柔らかまで粘るんや。なんとかどっけし飲んで。でも
みかん、あの桃ではダメ、柔らかまでは粘らねば。もうちょい、あ、来た来た来た、柔らか、よかった。今飲んどったら俺は後悔しとったじゃろう。柔らかだったろ、なにしまった、もうなってたんだ。つれえわ、もう重く。またこれ系かよ。そしてこっちの柔らかなんかお前ダメやったろうが食えんかったろうが、そもそもこっちの罰やけん俺は食えんと思ってお前さっきのやったんだろうが。ということはやっぱり俺はちゃんとやったってことだ。勝ちました。俺真面目やったよ。論破来た、これやばい。貴族ももう相当強いんやけど、これマジで無理よ、こんなん。てかもうアイテムあんま落ちてなくない、このゲーム。なんで一回納得したんだ。いや納得するような言い方だった。開けとけ、ここ。いかん、もう2発でやれんくなってる敵が。これはもうかまいたちでもきついですよ。桃ありがてえの。こいつはこいつはダメ。はあ、何この辺は、この辺もなんかやってくる。これやばい色してますわ、こいつ。初めて見ましたよ、こんな色。インケス、メッキも剥がす、メッキもインもぐちゃぐちゃ。なんてやつだ、オドロ。うわぁ死ねぇ、お前はダメ。まあでも見えるけんな、別に怖くないな、そう考えたら。これ気配察知なかったら地獄やで。ヌーンクイーン、ようやく来たか。でかした。よし、タッチシーン。いやマジでこれ、ていうか投資取ったら勝ちなゲームなんでは。無限きた、これ。トイレ行ってくる。これは効くわ。出世いいやん、出世。何倍これ、オッズワンチャンある、このまんま駆け抜けるん俺が。
焦る。いやもうこれ因数とかそんなないけんな。45倍ぐらいあるで、あるで。45倍やったら、諦めた。あいつらね、上に行ってもらおう。でその鬼の犬間に、出てさっき会話でやっとけよな。いや待て、あいつはどっか行った。あいつだけはダメ。肩ももをなんとか柔らかくしよう。ここは結構分かってきとるけんの。そしてあれがバチバチ言わしてもあれ会話ではええわ。お払い。まあ、映写も真空切りでもちょっと増えてきたぞ。こんな金とかいらないんですよマジで。いやまあまあ指輪とかがええけんちょっとどうにかなるかもしれんような気がしてきた。やばい、挟まれるか。おい、来すぎやろ。ちょ待て、はいはいはい、いいぞ俺の武器は。戦えてる。んー、どうした。別に怖くないんだかお前なんか。はぁ増えろ増えろなんぼでも増えていいぞ。つまらん。安心するな。確かに。かいわれな。いや、これはまあまあ戦いとるぞ。道具を使わずになんとかなってる。かいわれ。かわいいこと。いかん、かいわれも2発でやれん。おおおお。増えろ増えろ。全然経験値くれんしこいつ。巻物は必要。もうなんならオーラ消しでも欲しいわ。ニワトリ読むか。こう てかなんでこれいらね。なぜ上に乗る。ということはあいつはダメ。こいつが先に来るかな。うっ夢じゃこれ。もうやめろ。おい増やすな。
増えんな。いや、まずこいつをやれ。こいつは危険。え、うう、しかも治ってる。ちょ、待て。おい、なんで。やばー。おい、殴られたら死んどったんじゃない。ちょ、待て。おい、どっか行くな、お前は。危ない、今のは。いや、あれ炎やけん生きとっただけやろ俺。あれ殴られたら死んどったの。こんなお前何も装備してない。パーてか、まあもう死ぬやろさすがに。ちょっと待って、こいつなんで、こいつどっか行かんの。どっか行けって。他の意思もないなったんか。来たが。うっ、いや、いけるな。あ、間違えた。なんでバカなんこれ。もう陰消されるんだけは無理。それだけは避けて。吹き飛ばしでしょ。ああ、どっか行けろし。待て待て、おい、どっか行くな。あ、ええわ別に。何こいつ。新しいん来た、これ。いや、でもこれドレインバスターでしょ俺。ってな、それ持っていきそうやが。キング、まあまだ戦えるな。しかしキングぐらいならそんなん強くね。これこういう未知のやつの方が怖い。ウホーン、でもそんなに強くないな。いや、ホテイってて今ホテイが来るか。アシュラとかも投げろや、俺。え？あ、届かんのか。遠すぎか。アシュラは混乱。いいね。ちょっと待て。そのシマリ。なんでこんなあれになるん俺。この吸い出す造形はどうな。こんなん強くないな。ざま。右使わんだろ。確か右はいらんな。こんなん。
老女の母やばそう、ほら呪われたりしたらもうことやで。ななガマゴン、ついにそんなとこまで来たんですか。こいつはなんだ、もももももももざらし。え、背中魔物のるつぼ、もうやばそうやな、やめとこう。もう触らん方がええやろ、この辺は。下手なことをしたくない、俺は。ん？え、なんで？行くなよ、おい。こいつか！てめえか！ついに現れおったわ。出おった。もうさ、いや、ちょ待ってこれ。ウッホどんぐらいな。とりあえずこいつ自体は大したことないやろ、多分。こっちじゃやるのは。やめろー、このバカ。炎を飛ばしきました、これ。ミツピーもあんたの時炎を飛ばせます。至極の宝剣になりました。ちびまんたなんかならんだろ。なるから。頑張るから、俺。やめって、こいつ何なんだ。意外と戦えとんよな、俺。ワンちゃん。この辺界隈じゃ。え、何？なんでこんなわからんもんが今出てくるかな。呼ぼっかな。でもそれは危険か。うれしい、識別は欲しい。ちょっと増えてきたぞ、ネタが。もうなんなら呼んでもええんよな、これ。ラビいる。大丈夫大丈夫、あいつはもう敵がおら。いやでもな、なんかあれよな、生まれていきなり母が来るんも嫌やな。はい、なんだよ、もうもう睡眠よけいらんくね。いやでもあいつがおる時にいるんか、おる可能性はあるけんの。ってことはもう必中の矢がいらんだろ。こんなのいらない。これはもう飲もう。多分もうそんな悪いもんじゃないだろう。
今さら。危なー、マジ危ねえ。てかもう石もいらねえから、畜生。デブータの石でいいんだよ俺は。投げんなし。高飛び層は最後のあれだ。寝てる寝てる、かわいいかわいい。巻物を使え。たまらんばい。この感覚を味わってほしい、みんなにも。飲み寄るこの辺か。邪魔だ、読みます。いいでしょ、ツバメ。嬉しい、大きいおにぎり嬉しいぜ。雑、大丈夫、まだいける。おにぎりもあるんだ俺には。え、おの嵐、知らんのがまた増えてきたぞ。こいつは、わわ、ん、何だ、別にええがそんな。ていうかむしろありがとうございます、雑草。え、全然怖くないんだがあいつ。 5% もらえるんだが、アイアン・アヤナ。なんかぬるいな、この辺。邪魔だな、ほんと。こいつはちょっとめんどくさそうか。うっ、なぜ見てなかった上。いろいろ使っていかんと、これは解けん。暗いように行くのが最善手じゃ。なにこれ、こいつ一番やばいやつやん。俺が一番嫌っとる。それと上位種って。これ絶対やばいやつでしょ。天敵や。ということはもうこいつと殴り合うんは絶対やったらいかんな。もうよう分かった、それが俺は。こういうのあえても惜しむな。
そう、これでいい。もう殴り合うことのバカらしさがよく分かった、このゲームの。回復するまでで、結局増えるけん、敵が。堂々巡りになるだけですわ。で、こいつらを倒していきよったら、そのうちまた何かの札が手に入るから。かしこ、俺。ようやく分かったかって言ってくれ。師匠って言うけん、俺。お師匠って。そう、いいんだ。札なんかこういうところで使うもんなんだ。鈍足！そう、一回目はミスってもいいんだ。こんなんバカらしいで、ほんと殴り合う。こんなやつと。その通りって。そうでしょ？でもネタがな、尽きてくるんやな。もうちょい見て回らんと。腐れば死にてえか、ガンコ。あっ！全然ないな。もうちょい調べたいぞ、ここは。アイアンアヤナ。こいつか、あれか、雑草に変えよんか。こいつもまあ邪魔っぽいな。降りたー、もうここ降りたい俺、マジで。あんまりやりたくない、ここも。わわ、よしよし、もうもうできたで。睡眠、もう闇討ちやで、ね、このゲーム。もうそれがよく分かりました、俺。これが大事なんですわ。でもこれありやったらどうにかなるんじゃねえのか、このゲーム。ん？それも通用せんなるんが来るんが、アークドラゴンであり、一鉄戦車なんじゃろうな。あざっす。もうここもいいわ。いつか雑草に変えんわ。ヤンピーの上がおるが、なんなんこれ、大丈夫。会いたくないですね、極力。頼む、階段あってくれ。ああ。極力おらんとこを目指していこう。しかしまだ戦えとる。HP が200ある、俺は。常に。え、これ、何？開いたら階段があるパターン？行きたくねえ。お母ちゃんって、ここは放っとこう。
逆に下の方にあるかもしれない。ふん、おお、これでやるか。逆にもうもはやここの軸合わせたら、まあ、ヤンピーもまあ辛いことになるで。ほっ、わっ、なんだビビっとんか、おいヤンピー、ほら。辛かったやろだわ。副総長真っ赤やないかい、これヤンピー。で1200もらえるとかクソ美味しいが、うん、これでやっちゃうぞ俺。ちっ、軸さえ合わせばええんじゃん。プギャーラッシャーがプギャー最高やが。店長に当てるぞって。ないない、そんなことない。だって見えるもの俺店長は。だから大丈夫なんだわ。本気音しか。いかん、打てんくなった、まずい。余裕やが最高の気分やが、これ釣れば。お、もうええじゃろ、あんなん取った、トドなんかほっとったら。そう、最悪やなここマジで。持っとるもんも雑草とかクソすぐる。総長待て、おいトド、連撃チャンス。うわ強っ、危ない、強え、こいつ66。いやでもヤンピーはやるで俺、あいつ1200くれるけんの。あ、撃てねえ、そっか。でもこれ階段あっちやん、最悪や最悪やで。なんで最後の最後まで見つ、うわー、いやこれマジ危険察知神。いい時代になったものよな。こんなんもいらんやろ。オーラばっかじゃないっすか。しかしそういう時のために俺は持っとるのよ、オーラ結晶の。まあまあ強え。もうちょい武器が強くないと、2発で、せめて2発でやれんと、これは自利品ですよマジで。金なんていらないんですよ。腹はもうだいぶんないけどな、ちょっと見、とりあえず見とくか。
よせ。マジできつい。もうでもあんなとこもう行けんだよ俺は。さすがにもう階段見つけ次第降りる。これだ。まといよったこいつ。自力。もうダメだ、本だ。ティルのある、見せ、見せ。神。なんでなんちょ、待てって。ハサミ打ちするん、俺に。こいつだけはいいや。なんか相当やばそう。歌うやろこれ。こいつならええわ。え、なに。なんでこんなわからん草がこの後半にゴンゴン来るん。話しばりもったいない。いやもう無理。トドあるし、パクロ絶対。てか、打ってパクロ、金にしよう。そうしよう。ハルサライトを持っていきたいですね。こうなってきたら。識別でいろいろ調べてやるか。そや、そうしたろ。となると、デブータの石をとりあえず置いとくか。こいつはもう放置。こいつどうな？こいつなんな？何をしてくるん、こいつは。一体。店長、おい、ガラスの盾。壊れてしまう。こんなんつけれるか。特製握りはもう食っとけ。で、引き込まれるかもしれんので買っとく。全然魅力がないんだが、ここパクる気もならんわ。火の玉やらねえよそんなもん。何このボロさ。ちょっと待って、買え買え。買っとくか。赤飛び層も置いとけ。なんで？来る気にはならんのだが、呪いかどうか。あ、それで識別してあれせえってこと。これで使うか。しかし金縛りもな、もうないんやろな。金縛りもやっとくか一応。あと1回ぐらいあればでかいからな。ちょ待て、おい来た。あ、
危なかった。塗薬やり直しそう。持ってる時に倒れるとその復活するか、ダンジョン脱出するか、好きな方の効果を得られる。帰るか、帰れるぞ俺は。これを持って帰れる。やり直せじゃない。やった。せめて生きた証は残せる。俺はこのウーンクイーンとかを。帰ってどうするんて。いやこれ持ち込みダンジョンに持っていけるだろう。買う買う買うから。しかも2回もある。これできるんぞって。いや帰る俺。もう絶対無理やし。そこで復活したとてどうせもう死ぬんじゃろ。時は確かに90何回とかやったらやるけど、70回ぐらいやったら俺はもう帰るから。こいつも大したことないの。そして やばいって俺強いって今結構頑張れてるから。畜生マスターソードが被覆でワイの。こいつやばいんちゃうん。こいつはさすがにこれやばいやつでしょ。何やってくるの。え、ちょっと待って。え、これやばいでしょ。どう考えても吹き飛ばして歌うポリゴンに吸い込まれるっていう未来まで見えますよ。本場じゃそれだけは避けて。ちょ待てよ。ふわー、よかった。あれはなかったんだって。怪我人はいなかったんだ。帰ろう。階段に。ボモだけはいるの。ボモマンじゃな。吸収するタイプか。うわー、いかん、もう打てんくなってるわ。うるせえ、腐ってる。いや、いろいろめんどくさい、これは。うざ
いなこいつ、ほんと草間トーン。今さら知らん草とかもうどうでもええっしょ、こんな。高飛びそうか。紅白取りすぎなこいつら。草ゾーンで何とかしろって感じか。わっ、わっ、56。まあでも死ぬっしょ。わっ、わっ、やめろよ。足踏みやめろ。さっきのは強かっただけだから、なんとかなるから。こっちだったら降りまーす。大体な、始まりからこういうんってな、よくないと思うんですよ、俺は。毎度のことながら。なんか敵多くね？やり寄ってくれや、お前ら一生。はい、回復ゾーン来ました。これこれは絶対バレない。そしておにぎりもあるってことは、ここで歩き回るのがきつ。構わん、一向に闇討ちしたらええんや。そういう時はここのやつらはそんな強くない。 HP200 になるまではここで足踏みはせん。歩き回る、足踏みは全然回復せん。足踏みとかこれこうと遅いけん、マジで。これ歩きよる方が回復するから、敵が近くにいたら。こっちの方がなんぼか増えるわ。見てみ、この増え方の遅さ。こっちの方が早いっしょ。そろそろ行くか。まあ、こんなん怖くないっすね、別に。なんなんこれ。まあ、ええわ、別に。こうなったらあれだからな、やれるからな。あとは一匹ずつ闇討ちすれば。オーラまとっとんが俺だ。おおおおお、やれるぞやれるぞ。こっちはやめよう。オーラまとっとるやつとはやりたくない、極力。
ピッピッピに気をつけろ。これ危ねえ。指輪も弾くか、最近のやつは。おお、怖い怖い。レベルはもっとやばい。腐ったとかワンチャン食います俺。やばい、はい降りたい。湧くなあ、ほんと防御力も下がってんのかよ。あ、戻った。あのピッピッピの意味教えてくれや、俺にちょっと一回。なんなんあいつ、なんしよう。あのピッピッピに何の意味がある。踏ん張りこれもうモンハウス、モンスターハウスだろこれ。あそこに階段あったらやばいで。やった、即死回避を負荷不要不要。こいつはあんまり怖くないな。気配察知があったらこいつは雑魚やわ。2発で行くし、これで1500もらえるとか。師範塗るしょうもない師範やで。これおにぎりクマじゃない。店なんか店増えてきたな。ありがてえ。起きてないし、起きた。うわー、やりすぎたマジで。くっそ、64で止めときゃよかった。128チャンスあったのに。あーす、あれ相当うまかったで今の。団子いっとった経験値。いやの無駄くー。あいつ100でもお前6400やったやぞ。よくばった俺、完全に今のは。神々レディー、くっそスケベ心よな今の。ピッピッピとこれとかやばいんじゃない。見なかったことをしよう。いや来た、暴れだしたこいつら。まあまあ強えから畜生。ああ、わわ、ちょっと頼む、店まで行かさせてくれ。来たな。やるぞほんと。おいこら、うっつ、くわ今来るか。結構でもなんか揃ってきたな俺ネタ。まあまあ
か昨日やかもういらんかで豚の意思で最後もいらん桃はいるやわらかやわらかで、まあ、おにぎりもあんまり大丈夫なんやな俺椅子でちょっと振ってみるかえっ俺一時しのぎとか乗ってなかったまさか今まで64回ででか1時まあ引き寄せなんかいらんくねこれやばいやろむしろ持っとったらネタが仕入れまくっとるここでマジで盾や盾やおいケイズ風魔鉄まあ別にいらんのやけどお祓い紹介状いやいやケイズはいるやろこれゲイズ入れとこうかな識別渡せちょっと待って桃は普通かメシ会場特別な店で店主を見せると飯を変える手紙自分で読んでも飯が買える。これどうなん？一応、死なんってこと？餓死せんってこと？おにぎりの巻物よ。じゃあまあ、持っとった方がええな。俺、ファイナル時あるけん。おにぎりにはなるけど、いや、あった方がいいやろ、それは。もう合成するか、ここ。それやったら、お前、剣のプラスがあったら、ちょっとはつけたいぞ。待て、お前。何気読んだ、こいつ。これが多分、普通の胴たぬきで、これプラス修正ついとるやろ。もうこれもつけよう。ということは、ちょっと可燃するぞここ敵見えるしちょっと待てよトド4やろ4発いくぞケハイサッチャー売るなそしてこの保存の壺にゴリゴリええもん入れてあれしましょう売りましょうゲイズも盗むかそっかこれを買わんでええってことかその方がええな壺に壺は入らん来たがちょ待てやおい来んなしおい剣が取れんがお前最悪やねえかちょっと待てこれなんで装備できんのこれあーうざいい
かか。なんか来よる、これ来よる、すぐ来る。ちょっと待てよ、おい。もうええ、何でもええけん、とりあえずもう、なんか OK。一番高いもんなんだ、こん中で。俺の、ヌーンクイーンじゃろ。てか、なんで気配察知置いた、俺。わからんじゃないだろう。来よる、来よる。もうすぐ来るが、これ。お前、できねえやないか。また来るんか、こら。てか、もうこれ買えや、これ。この胴たぬき置いとけや。これが一番ええやろ。こんなん買わんでええんや。これで取るぞ。行け、あやな。売ってない。お、売りましょうか。大丈夫だったんだわ。間に合ったんだわ俺。ああ、よかった。許された。ああ、よかった。あぶな。ほい、もう愛のもんやで。さては合成しよう。よし。剣、胴たぬき、ルーンクイーン、やや芸術者。うわ。ちょい、何しよう俺、マジで、待ってって今のは、おい。やめてくれ、本当。嘘じゃ、これ。違う、違う、俺はこれやばい。ちょ、ゲイズ、いや待て、あいつや、マゼルンが出るまで待とう。だひどい、これは、ちょ待って、今のはひどい。リアルゲイズ、嘘だろ今の。金はでもあるけど、忘れられた。いやー、待って、今のマジでひどい、これは。しかも、こんなん持ち寄ったら、あれやで。いやー、きつい。だって、これ、プラス修正があったやん、まず。で、ゲイズが、こっから出てくると考えたら、これ、きついぞ。識別、もうそんな、こんなに識別するんとか、もう大体もう分かっとるしな。こんなプラス修正あるじゃろ。まあでも一応見、あれか。てかもうこの杖とかも置くか。一時とか、回数が知りてえわ。場所替えも置こう。あ、武器売ってもうたんか。しまった。あれ、買い物したらいかんのか俺。あ、ええわ、また買ったるわ。ちょっと待って、芸術がクソ高いんじゃないん今思ったら。
わー、え、プラス2やったのにプラス3とか、最悪。我が輩、え、高っ。待ってや、これ1万5000、これ全然うまみない、この店での俺ねえよな。もうやれってマジで。いや合成きついこれ、俺頑張ってたな、これガヤゲイつけたい。桃買っとけ、やめろおい。お払いも買っとくか。ていうか今思ったらお払いやったらこれ柔らかが使えるじゃないですか。かしこ、これも入れとってんやろ。この腐れ柔らかを、これちゃうやんけ、封印されてるやつ入れろ。あ、違ってた。いかん、相当ミスりそう、もう俺。マジで。すべてにおいてミスりそうなんですけど。んで。なんで拾えんの、マジで、これ。これ拾って、こいつにお払いに入れて、で保存の壺に、まあ、適当なもん入れとくと、この辺入れとくか。ちょっと待って、めっちゃ来よる、やばい。したり取られることがない。いらんしょ。これは拾っとくか。紹介状は拾っとくか。やば、入れろ。しまった。もうだいぶ出来上がっとるけんの俺も。知らんかな、これで全然金になってないが、これやだな。でもこっちの方がいいか、あるなら。おっ、食らうな、ほんと。罰、罰、それはお払いの壺でしょうよ。とどあったのに、もう諦めって。そういうね、あのうじうじしたらダメだから、こういう時はドーンと構えんかい。もったいないとか言わない、そういうことを。え、
反省しろって、反省したい俺も。あるからな、やっぱりあの王は持ってくるから、ここで綺麗に俺が王たるゆえんよ。もうミスらんで、わいは。ちょ待てよ、これ呪われとったら、あっ、あ、ええんか、あのクソみたいな方じゃないよなこれ、大丈夫よな。俺びっくりしたわ、あの強情かと思ったわ今。ええよなこれ、大丈夫よな、合成ですよね。え、大丈夫、大丈夫なはず。合成ですよこれで、ルーンクイーン、ゲイズ、あげる。おほ、来たこれ。いやこれは良かったよ。店長良かったよ。最高や、最高の気分やで。まあまあきついな HP、 なんでこんなに減ってるし。うわあ、いやこいつもやれるな。お、やばい、もうメッシは大丈夫なんじゃ俺は。やばい、これ行くかも俺。99か。寝よっかな、もう。待て、おい今の、今のワンチャンイケポチャもあったやないん。いや、まあ大丈夫ちゃおう。水没も、ほらこれ2発でやれるようになってる、力が上がった。38の27、ちょもう俺疲れたんやけど今日俺6時に起きとんやけど、こっからもうそのまま行くんは俺は無理やで、ここは一つここらで手打ちにもう締まりそうやし。次にしよう、これ飲むまではやるわ。じゃあこのクリアさを、あとちょっとだけ頑張るんじゃ。ちょっと HP がいるな、こうなってきたら。一時より全然良くなってきたぞこれ。ピッピッピが、仕事しよるし、怪しい気配だ。もう一人でも粘るで。出たか。あいつか。あの動きよりあつか、下の階で。山食いはやばい。本当。顔見に行くか。それやって大体悲惨なことになるんやけどな。でもあいつらはもうネタ割れとんよ。うん、来た来た、色がやばい、もうん。いやでもどうなん、なんなんこいつの特殊能力、いきなり引き込んできて殺されるとかない、やばい。もう入った方がええ、
部屋に金縛り、やっぱ金縛りになる。おお、怖い怖い。じゃあの、かわいい、かわいいこと。ん、ほらの、しかし怖くないんだぞ、ゲージなんか。俺はよかった、マジで合成しとって。これ死んどったかもな。合成が生きる、最高や。これ俺に勝てと言っておる神が。今のも典型やろ、どう考えても。なぜこの回でゲイズが出てきた。ん、ん、何、どうした、ゲイズくん。今何かしたか俺に。悔しい、悔しいじゃろう。ピッピと相性最悪な奴らが寝てるんだが、石がねあ、デブータ、お、ピッピッピに当たれや。まあまあ強いな。がやばい、こいつらまあまあ強い。眠るルッシュを起こしてしまった。どうなんこれ、爆発したらことなんやけど、マジで嫌で。え、これワンパンで爆発するワンちゃん、もう嫌なんやけど俺こいつ。ウニやばい、これワンちゃん爆発もあるやろ。もうやだ俺こいつ爆発さすん。上にもいる、は、ほんとよ、挟まれとる。スーパンで爆発かも。おう、誰あれ、あ、栗か。これもう大丈夫よな、俺さすがに爆発せんやろ。これ切って爆発することある、これ何これ爆発するん。石投げるんが一番最適解。でも今後も考えたらあれなんやけど、聞くやんって分からんもんマジで。こんなとこで俺爆発したくないんよ。じゃあ安全策取ろっかな。バーいや待てって、おい、なんてのおいおい、やめろよ。いや、ちょ待って、これどうしよう。だいたい回復系がないんよ俺には、一個も。これやばいが。こいつはワンパンじゃないけんな。別にもうウニやったらええんよ、ウニで。ただこいつはやっときたい。あ、もうええやろ、無敵そう、わからんし。ここはもう無敵そうでどうにか。普通に切った方がええが、これ
ていうか歩き回るな俺あんまりなんか来た、なんかでもあいつは上に行くやろ多分。よし、その間回復するんや。ケイズくんか、あ増えた、めっちゃ増えた。消したい。よし、サチには一人しかおらん、なんとかなる、大丈夫、いける。正規増えてきたな。何もない、やーやな、もうデブータはいいわ。今は少しでも多い、いや、これでちょっと貼っとくか。てか素振りをするな、素振りを。3匹生まれてるんだから、歩き回れ。ここはもっちん車でクソ生まれんやけど、やっぱふわウニ、もうマジでウニ嫌なんやけど俺、これ死んじゃうよ。しかも俺もう あのできんなったやん、角はめ。いやここでやればええんか。でもやめようや、こっちまで来んな。また来た、もうウニ嫌なんですけど。もう絶対やらん、マジで。もう俺帰る。いや、ここならワンチャン。来た来た、やばいこれこれバレる。しかし残念でした。でもこれワンチャン食らうよな、大丈夫か。これ殴られる可能性あるけんな俺。これワンパンあるよな、治る？そろそろ。いやもうあの下とかマジやばいけん、もう生まれんやろこれ。っていうかあれピッピッピやろ。よし、なんとかなる、これなら、これならあれでもいい。やばい、やばらかな。これだったらまあなんとかなるだろう。生まれすぎて助かったっていうやつか。もう嫌、もう嫌だ。入れてから勝ったな。もうあとはピッピッピがどうにかするだろう。よし、いける、まだ炎を撃てるようにしとくで、久しぶりに。これでいいだろう、これ最高の展開じゃないですか。
むしろ生まれすぎて生まれれんくなった悲しみか。おいバカ、おい、なんでそっち行ったんだ。これ危険ね、これは危険ね。爆発した瞬間にあいつが殴りに来るっていうパターンがありますね。これは締まりがある、あるな。ということはこいつだけは絶対にやったらダメってことなんで、しのぐか、ここはしのごう、安全を買おう。店ある、店、店あるぞ、あった、ありました。これこっちやな、どうにかしときたいな。なんかなんかやだ俺。こんなわけのわからん罠がボンボン来るかな。しかも来よるぞこれ相当。おい危な、活性化とかまた来たし、なんなんこれ。は帰ったかな。こんな連鎖爆発でしょ。は？え？なんで回復するんこいつ。は？え？なに、水に使ったら回復する系？晴れ。爆発するでこれ、もう嫌だ、もういかん、こいつは、こいつだけはダメ、もう死にたくないわ。ほんだお前、店の目の前で死ねるか。これもう根絶やしがなかったら終わるか俺。終わります。ちょ待て、マジでここ根絶やしあるような気がする。下手しい拍手もありけり、今の俺の引きなら。頼む、起きんなし。やった、でかい。おい強い、攻撃力ある、測れる。いや死ぬこれマジで。うん、ちょ待て、おいやめろ、吐くな。いや死ぬ死ぬ死ぬこれマジで。回復ない、俺一個も背中ない。おいおい、うわー吐くな。まあ、まだ復活層があるわ一個は。これエグすぎんかちょっと。アークドラゴンはさすがに店になんかネタなかったらこれ無理ぞ。もう
き張っても無理なんやろこれ。やり直しが優先。はあ。白紙なんかねえから畜生。ちょ待てこれマジで回復がないんが痛すぎる。なんかないんこれ回復できる術。階段直行。いやここは店にかけるしかないやろ。ここで値段しがあったら俺は買うぞ1万円で。店長店長店長。お化け物3つある。そして1回は耐えれる。俺が値段しやったら俺は神は俺に勝てと言っておる。まあ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 メッキよな。忍び読む。生きたー。おこれ神神に愛されておる。わしはちょ待て買う買う買うから。そして買えるから俺は拾えない。なぜ入れる入れるから。ああそうっす。ちょ待てぶち当てに行くぞ速攻。これもうこんなんどうでもええわ。買う買う買うから買ってやるからって。俺今ロクデラシブルースのあれになっとるわ。赤木がたこ焼き屋が焼けてくそーってどうにもなんねえってふっふってこの小平寺 T シャツをお前1万円で売ってやろうって水につけたらあれになるかもしれんぞって買うから。でタイソンが水に飛び込んで自分で体で屋台を守るっていう。アイテム見ろ。え？壺見ろ。何？壺？そんなんもう見れんやろ。こんなん。もうあれやるしかないんよ、俺は。背中打ってる！な！え、背中じゃねえじゃねえか、これ。何？これ。なんなん、この12,500円の壺って。竹だけじゃねえか、こんなんねえよ。っていうかもう、ドラゴンに会うしかないんよ、俺は。この復活の草跡をやり直しそうで。あいつ消したらまだ俺はいけるんだ。強化。もうそんなレベルじゃねえんだよ。強化なんか入れれるような。ちょ、待てよ。あそこに、たどり着くまでに、これは絶対にミスれん。遠い。まあええわ。もうしゃあない。これは死ぬんはもうしゃあない。出てこんかな。どこにおる。ドラゴンゲイズもおるが、もう、うわっ、うわっ、踏ん張った。踏ん張りおいしいぜ。いやでももうダメよな、そりゃ。飛びつけ。あ、確かにここは飛びつくか。なら少しでもふ、ちょい、こいつは金縛り。一回でも食らいたくない。どうせもう死ぬんはしょうがない。それでも今のはまあまあ美味しかったんじゃなかろうか。あーす、復活。俺連打せんでよかったわ。復活復活してもいいですかって。 S。 おお、場所変え。さらに神どこだ。おい相当遠いんか。なんなんだこいつらは。これもう無理。こいつも
うわ場所変え場所変えもう場所変えこいつも場所変えな。どこおるんだあんた。ついつきついつきや飛びつきな。わっわわちょ待てよ、ここはゾワゾワやな。そんなんと相手してられんで。おいおい相当遠いぞこれてかこれでやれや俺も。バカなん俺マジでなんてなん嘘じゃん。うわちょいアークドラゴンって言ったわようやく。勝った。勝ったな。ああ、もうあいつに苦しむことはないんですね、これで。いやー、つらかった。マジで。もうこれだけで俺勝ったような気するわ。いやマジであいつはエグすぎた。店長んとこ戻ろっか。俺でようやく悠々と店で買い物できるで。あいやまあええわ別に。やけんどしたんって感じだし。もう怖いやつなんかおらんで、ほぼ。なんか、そこなんかおかしいんがおらんか。まあまあ食らうな。いや今気が気じゃなかったけど俺店の方ちゃんと見てねえから。なんか売れるかもしれんし。きっとばし。うん、識別ないんか。なんか雑草になったんやけど、なんで？あ、あれか。やり直しそうか。もう俺はついに帰れんくなったんか。しかーし、残念ながらまだありますけん、俺には復活の草が。その5000はある。え？なに？まさか、あれ？投資？回復。いやでも回復やったらおにぎりが。ただ呪われたらな嫌なんよな。そのネタもないしな。投資は3万。あじゃあいらん。そんな勝負できん。5000は呪われない。コロナ装備してみようか。う、これは宝物がわかるということは
何これ。道具感知。切り替え。いるかこれ。いや、道具も確かにワンチャン。敵も感知できる。いやこれでも宝がいっぱいあるとこにすぐ行けるんやで。2つ合わせて実質これ買っとくか。しかし売るもんがないんやな俺には。残念ながらトド残しとけばよかったわ。あそこでお前金残しとったらこれ買えとったな。道具感知かもしれん。ああそのフロアを持ったら食らうってやつか。睡眠薬とか売っていいんじゃねえ。もうこれ売った食らいでは無理か。まあ、えっか、なんか食らいよっても嫌やしな。気配察知が神やったわ。血ならもう食らってる。あ、名前つけとけ。血をつけとくか。分からんからな。ドゥグ。まあどうせ拾うこともないじゃろ、こんなんつけたところで。落ちてないんじゃろ。あでも感知は普通に落ちとったけんな。そう考えたら店で売りよるもんってもう普通に絶対ええやつなんじゃないん。フルマックスやったらこれ振ったらボーンって店長言っとったよな。やばいなこれ今思ったら。えこれやばくね。まあでもまだ大丈夫だから。わウニ来た。えちょ待って、ウニはやばいんじゃないんこれ。マジ怖え。いやここで今日はやめとくべきやろ。もうこれ以上やったら多分俺はとんでもないことになる。いやしかしアークドラゴンが消すタンはでかいで。これ完全に勝ち確やったろ。あそこでほんとにあるからな店に。神が俺らに勝てと言っておる。なんなんだあんた、バックすぎじゃろ。矢がない。なんでどうしてこんなことになる。消えろ。わっ、絶対ウニやんあれ。できることならマックスで行きたい。HP。
か。向こうとか行きたくねなんでこんなウニ来るん。はっ、来んなっつーの。これで爆発したら切れるで俺。はっ、生まれんじゃろさすがに。もう見よるけん、あのミニマップ、やばい。落とされるこれ。かなり強くなってきた。とりあえず降りるか。じゃあここでとりあえず食って、あ、次の回で食えよかった。何してる俺バカ、何してんだ。これやば、やばいってこれ。これ何、何、大根マジでやばいぞ。え、何、眠り、眠りやったらお前睡眠欲でいいやん。あんな余裕ですよ。あ、塗る、ただん、何、何チャンス、あ、投げオンス、俺向いてるかこれ。しかもここで睡眠層で量産体制も考えられる。何、神、え、眠り大根、何なんす、大草原不可避睡眠層、お前、え、神か俺。誰、ゲイズくん、え、俺対策取れてる全てにおいて。そして最悪なとこはあれや、睡眠層でなんとか食って寝るっていうパティン。怖くねえ、怖くねえんだお前なんか。そして気配察知、対策取れてる階にいるうちにやめとこう。ここやろ、ここが一番だろう。あ、でもちょっと HP 上げておきたいかな。200台までは始まった瞬間に閉まるからな俺は。ん、お、危なっ、こいつまあまあやれるぞ、軸がずれとっても。危険ね、
じやろ。眠りがおるかもしれんけど、もうすでに変えとこう。誰？クリだ。こんなに枯れたことはない。この海藻で。ゲイズ、ゲイズ、クリ。眠りだ。これまあ睡眠層の量産体制入ったか。よし、睡眠そうだから畜生。監禁いらんね。ハープソン飲むか。モモマンじゃな。こんなもんいらねお。わわ、おい、投げすぎだろー。なにこれ、うん、やめって、おいこら、おい、う、栗まで来た、ほんのバカ、えぐいえぐい、なんでこんなことに。でも全部一掃したぞ。ほんと悲惨な目にあったんやけど。てか一掃してないんか。いるわ。は？てかなんであそこおるん？あれなんなんあっこ。おばあやめや、なんなんだこれ。桃、あ、普通の桃、神好き。そうよ、普通の桃があったんよ。いかん、もうやめよう、俺マジでやめよう、これ以上は。誰、マジじゃなかろ、こいつだ、こいつマジやばいわ。こいつのえげつなさがようわかったわ。睡眠固定。ゲイズが可愛く見えるわ。200台にさせてくださいよ。そうなったら俺はもう寝るから、このクリエ。
あ、もったいない。もう大らけし読んどきやってレベルやったな。まずこの大根だけは許さん。俺容赦せん。大らけしはいる。取っとこっか。はい、だし。大根か。マジ許さんからな。ほんとやったらここもアークドラゴンおったやろ。地獄やがこんなん。これはもう75回は待ったなしやな俺。おそらくいけるじゃろう。別に上がっとってもいいですよ大根風情が。やけんどうしたん大根。大根な。これ睡眠用でマジ持っとってよかったな。こんな絶対無理やったよ。これ完全リアルラックでしょ俺。そわざの巻物もいりますぞ。聖域もあるしなんとかなるかも。あんまりネタないな。桃が柔らか柔らか柔らかということは 200% プラス紹介状のワンちゃんおにぎり1個って感じか。まだなんとかなるか。おにぎりはまだ大丈夫やな。ようこれ捨てんかったな。しかし睡眠よけ。睡眠よけ打ってどういう感じ買おうとしてたやつ。やばいわ。パープがもうええやろこれ。もう読むけ。これでゾワゾワ持っとってここで、ね、230あったらいけるでしょうみたいなとこでちょうど良きなんじゃないでしょうか今日は。ああまさか死なずにここまでいけるとはな。俺も頑張ったんじゃない。しまったがあったけどまあまあ随所に。いや俺あの店やって値段しがったんは神やと思ったな。無理ですやんって頑張ったのはリスナーだ。確かに。記録します。ポンターここで来よるか。お前、優しいじゃねえか。当分行けてないからな。ポンタも応援してる。最高や。最高な気分やで。あざとい。おつらめも応援してます。そうポンタとモツ鍋モツエンド。まあ次回どこまで行くかやな。とりあえずもうあれやけんの最高記録は来とるけんの。まだもうちょい俺でそうやぞ。アークを封印したことによりあとは一徹が出だしたらもう厳しいかっていうレベルか。
たぬき鍋を。それではお疲れ様でした。邪魔っすね。お疲れ様でした。チャオです。